ですね、皆さんこんにちは、ファブラボジャパンの田中秀也と申します。ですね、最初にちょっと皆さんに、質問があります。人は、まあ、いろんな動物の、中の一種なんですけども、他の動物と、違うところはどこでしょうか。これはいろんな学者がですね、考えてきた、まあ、人類にとって、まあ、普遍的な問題の、一つです。ある人は喋ることだと言い、ある人は、まあ、理性的に何かものを考えることだと言い、ある人は自由に遊ぶことができることだというふうに答えました。で、まあ、これは正解はなくてですね、あるいはいろんな正解が、まあ、世の中にはあります。で、そんな中で僕が、まあ、好きな答えが、あるんですが、それは人はですね、まあ、物を作る動物だという回答です。確かに何か道具を使う動物はたくさん、まあ、いるんですが、道具を作る動物は、まあ、人間だけなのかもしれません。そしてそうした、まあ、人間間のことをホモファーベルというふうに言います。このファーベルという言葉の、まあ、一部にですね、含まれているファブというこの、まあ、3文字、この3文字が、今僕が活動をしているファブラボという活動の、まあ、根幹になっています。このファブラボという、まあ、活動は、まあ、自分たちで使うものを、まあ、自分たちで作ろうと、そしてそういう人を、まあ、増やそうと、そうした、まあ、作り方を深めようという活動です。で、今僕はですね、いろんなものを、まあ、なんてメンバーたちと一緒に、作っているんですが、ただ僕が小さい頃から、まあ、作ることが上手だったのではありません。まあ、むしろ180度逆でした。で、僕はですね、小さい頃、ちょうどです、ね、皆さんの、まあ、ぐらいの年齢の時に、触ったものをほとんど、まあ、壊してしまう子供でした。別に壊そうと思って高いバシバシってやって壊してるわけではないんです。別に壊すつもりは何もないんだけど、こう触ってこうなんかいじっていると物を壊してしまう。やっべーってこう言うんですけども、心の中にはこう深い罪悪感と、まあ、劣等感がですね、生まれて、36歳になった今でもその時の気持ちを思い出すことができます。で、まあ、僕が何か物を壊してしまう、まあ、理由はですね、まあ、一つは説明書を、まあ、読まなかったことで、説明書を読んだ方が良かったのかもしれないんですが、もう先に触る方が楽しいんですね。で、触って、なんか触っちゃいけないところを触して壊ってしまう。それからもう一つは、一つの動作から、まあ、次の動作にこう、まあ、移り変わるときに周りを、まあ、よく見ていない。で、こう体をどっかにバシャってぶつけてしまって、いろんなものを、まあ、無意識に壊しました。それでもうスープをこぼす、それから味噌汁をこぼすのはほぼ毎日ですね。そして茶碗を割って家のガラスをたくさんですね、割りました。本当に、まあ、すいませんでした。で、まあ、とはいえその時にまあ、うちの両親がこう言いました。君の不注意、集中力の足りなさ、まあ、おっちょこちょいなところ、これは一生多分、まあ、治らないよね。もうしょうがないと、まあ、それは背負っていくしかないんじゃないの。ただ自分で壊したものを自分で修理できるようになってごらんなさいというふうに言い、まあ、ここに出ているこのノコギリとカンナ、それからまあ鉄やすりですね、この3つの工作道具を買い与えてくれました。それで物は壊し続けていますが、自分で修理をすることでその罪悪感を、まあ、償うことができるようになってきました。で、まあ、いろんなものを修理、してきたんですが、その中で非常に僕にとって大事な、まあ、ものにこの楽器があります。これは、まあ、サキソフォンという楽器なんですね。で、これをですね、20年前ぐらいに、まあ、古道具屋さんで、見つけました。で、その時は楽器としてこれが、まあ、売られていたのではなくて、全く音が出ない状態で何か物として、まあ、置かれていました。で、これをですね、まあ、いただいてきて、まあ、楽器屋さんと一緒にこの、まあ、20年間こういろんな箇所を修理を重ねてですね、まあ、弾いてきましたので、まあ、ちょっとここで弾いてみたいと思います。
で、こうやってこう自分で修理をしてみることの良さは、仕組みがですね、分かることです。こうどこからどんな風になって音が出てるのか、まあ、僕はよく理解しをしています。それから、まあ、自分の例えば、まあ、指にぴったり合うようにいろんなところを少しずつ改良をしてきました。そんなわけでもう、まあ、20年間一緒に生活をしている、まあ、人生のパートナーです。じゃあ家にあるものはどうでしょうか。この写真のですね、左側に、まあ写っているのは洗濯機のパーツです。まあ、とある日にですね、洗濯機のパーツが何かにこう、まあ、ぶつかって、まあ、歪んでしまったんですね。でこれをどうにかして直したいと思って洗濯機メーカーにまあ電話をしました。そしたら、このパーツはもう作っていませんと言われました。どうしたらいいんでしょうか。こういう、まあ、工業製品というのはいろんな複雑な部品のまあ組み合わせでできていまして、なかなか直そうと思ってもまあ手を出しにくい、そんなようなものでした。そんな時にですね、役立つかもしれないのが、これから復旧するであろう、まあ未来の工作機械、三次元製造機です。この三次元製造機というものは、もうそう遠くない将来、まあ皆さんが使うことになるでしょう。まあ、家でですね、こうした部品をまあ作ることができる道具なんです。ちょっと映像で紹介をしたいと思います。で、まあ、修理っていうと最初の状態に何か戻すことというふうにまあ捉えがちなんですけども、実はそうじゃない考え方も最近は出てきています。それは物が壊れるというのは何か別のものに変えていくいいまあきっかけなんじゃないかということで、その修理するときにこう一工夫自分らしさを加えて別のものに変えてまあいくんです。これは改良とか改造にまあ近いんですけども、そうするとこういろいろ修理をするたびにこう家の中がもうちょっと何か魅力的になっていったりとか、まあ豊かな感じが出てきます。で、まあ、こうした、まあ、作り方がですね、最近は、まあ、リペアデザインというふうに言われるようになってきました。で、まあ、これなんかとても、まあ、ユニークな例なんですけども、まあ、椅子が壊れたと、まあ机が壊れたと、その時にこういう、まあ、骨のような、まあ、何か部品を継ぎ木、まあ、することでちょっと、まあ、面白さをですね、生活の中に取り入れようと、こういうことがこの三次元製造機の復旧によって、まあ、これからできるようになってくるんじゃないかと思っているわけです。で、今僕の学生もですね、こうしたもう使えなくなった椅子を、まあ、自分なりに修理をして、例えばロッキングチェアのように変えてしまうと、こういう何か作り方をすごい楽しんで、まあ、やってくれるようになってきました。さて、まあ、人はそのようにして何か物をですね、まあ、壊してしまうことっていうのがあり、それを修理できるわけですけれども、もうちょっと視野を広げてみたいと思います。実は物を壊してしまうのは人だけではなくて、もしかすると僕らが、まあ、生きている社会なのかもしれないです。どうも小さい頃の僕がこう一つの動作から次の動作にこう変わるときにちゃんと周りを見ないのと同じように、社会もまた一つの時代から次の時代に変わるときにちゃんと周りをよく見ていないことがあるような気がします。そういう何か不注意な性格をですね、持ってしまっているような気がします。で、そんな中でも何かですね、昔の、まあ、既に存在 していたものを大切に、何かそれを別のものに変えて、まあ、行きながら使っていこうということが行われるようになってきています。今僕はこの150年前に酒蔵として作られた家を、まあ、賃貸で借りて、そこをまあ修理をしたりとか、ちょっとまあ何か塗ってみたりとかですね、そういうことをしながら生活をしています。それから今日このイベントが開催されているこのですね、場所3331、ここももともとは中学校だった場所だったそうです。そこを何か制作をしたり展示をしたり、その発表をまあする、そういうことのためにまあ使い方を変えているんですね。こういうことがとても素敵だなというふうに感じます。
お話を簡単にまとめますと、まず子供が何か物を壊してしまうのはしょうがないんですが、壊したものを直すことでその罪悪感からはまずは解放されます。そして次に壊れたものを何か見つけたらそれをこう修理をすることで、まあ、自信が心の中に生まれます。そして壊しながら作ることによって仕組みが理解できて、そのことによって物をですね、大切に大切にこうかなり長い間使い続けることができるようになるのではないでしょうか。そしてこういうことを今日いらっしゃっている各ご家庭でどうやったら実践できるか、こういう創造的な修理のまあ文化をどうやったら実践できるかということで、最後に一つ提案があります。例えばこんなシールを作ってみたらいかがでしょうか。分解券、まあまあ、仕組みを、まあ、調べていいよ、それから修理券、修理をしてくれるといいな、それから改造券、改造してもいいよ、こういうシールを作ってお父さんやお母さんが家のですね、ものにシールをペタペタペタとその、ね、貼っとくんです。そうすると子供はよしやってるねって言って、まあ、いじり始めると。そうするとある日、まあ、お父さんがあの家に帰った時にそこは全然何か別世界になってしまっているかもしれませんが、それこそが創造性の源なんじゃないかと僕は思うんです。で、まあ、物というのは循環を、まあ、しています。作られて使われて捨てられて、まあ、壊されて、それをまた再利用してまた別の何か使い方で作られていきます。そうした循環の中に飛び込んで、そしてそんな中にこの三次元製造機といったこれから復旧する工作機械もうまく取り込みながら創造的な修理の生活と文化を、まあ、作っていきたいというふうに考えています。ありがとうございました。